はい、こんにちは、サルウィンです。シャドウバースの実況をしていきたいと思います。今回もこちらババーン、女の子とアンデッキで楽しむシャドウバースということでですね、ちょっと変わりました。生成はね、とりあえずそろそろしていこうかなと。ちょっとね、物足りなくなってきた感がやっぱあってね。で、条件が10連敗したら解禁するか、もしくは今4周目なんですけど、5周目入ったら解禁しようかなというところですね。はい、というわけで、いずれにしろそろそろ、解禁される感じですね。ってわけで、とりあえず4周目ね、ネクロがね、なんとかネクロマンシーが勝ったんで、次、ヴァンピールになりますね。ヴァンピールはね、割とね、だいぶ形も変わりましたが、結構前出し、ごめんね、ちょっとね、ブワーってなっちゃうけど、前出しですね。とりあえずね、相手ライフを削るためにリリムちゃんが3枚前噛んでる、3枚になったりとか、花園は前入れたかな、確か。あとはスペックが優秀なところを入れつつ、ソルミリムとかね。で、割と軽めになってますね、いろいろとね。で、今まで入れてなかったんだけど、ワードローブレイダーをちょっと入れました。これ一応ね、除去もできるんで、いいかなと。ていうか、進化ね、早めに、だからラベリンスデビルを一応この間まで3積みしたんだけど、復習状態に前より全然なりやすくなってるはずなんで、もっと機能すると思うんですが、除去もしたいんでね、やっぱり。フォロワーが除去を持ってる方が楽なんですよね。てか言うて、結局除去を持ってんのって、ここだけ。で、バンピーちゃんが結局1枚しかないんで、フォレストバット関連はほぼ抜きました。もろもろ。もうバンピーちゃんが1回、気持ち1点与えられたらいいなぐらいです。で、あと締めはもうとりあえず、ダークジェネラルとインプランサーで締めときゃいいんじゃないのっていう構築にしました。なんで、もうもろもろ抜きましたね。ガブリエルとかもオリビアとかもみんな抜きました。はい。これでいいんじゃないのってか、バンピールっていうか、バンパイアはね、割と軽めの構築でいいと思うんだよね。速攻型というか。ある意味、一番早いデッキだと思うんだよね。自分が勝つにしろ、負けるにしろね。というわけで、多分結構早い感じで先に進めると思うんだよね。いろんな意味でね。試合数こなせるはずだからね。リバイアさん、大怪獣は静かに眠る。その双眼が。キラキしときには海は荒れ狂う混沌の魔境へと変わるだろう。三つ目なのかな、ちゃうこれ。これは別にあれかな。リバヤさんね、ちょっとトラウマがあるよね。あ、ミロード。言うて同じ形なわけがない。退屈させてくれるなよ。ここか。悪いが手加減はできんぞ。先行が良かったな。高校だったらどうなの、ワードローブレーダー握っといた方がいいかもね。最悪ね。あ、怖え、春の。でも1コスト引きたかったな。まだわかんない。高校だからな。チャンスはあるよ。あ、また下がちょっと切れてるな。いいか。よろしく。よろしく頼むよ。私を楽しませてくれたまえ。おーい、楽しませてあげたい。あげたいところだが、やべえやつだ。ほう。人痛みで、私は目覚める。やべえな、契約2枚も引いちゃってんだけど。怖いっす。怖いっす。除去されたらされたってことで。みんな光って綺麗だな。ソウルミリルを守るために倒してくるだろうね。さて、怖いが張っていく。2枚目はさすがに払うぞ。まだ盤面が落ち着いてからね。とりあえずこのワードローブレイダーね。ああ、ごめんごめん。10点。人痛みで私は目覚める。大丈夫かな。
とりあえずね、魔装の鎧素敵でしょ。まあ一点食らうのはしょうがないけど、これどっちが先になる？でも先にさ進化が入っちゃうからダメかな。魔装の鎧に取り込んであげる。あ、こっち、お、すごい、こっちが先に機能するんだ。初めて。私の一部になりなさい。すごい、ソウルミニデビルの効果を封殺した。早速役に立ったじゃないか。ワードローブレイダー、ごめんまたやっちゃった。ワードローブレイダーね、うん。バンピーちゃん登場。バンピーちゃん、ほう、まあそれやったら全然ええよ。私より美しいなんて。進化はしてこないか。ダメージ食らいてー、ダメージ食らいてー。ダークジェネラル出したかったな。ここはもう強気でいこうか。血と痛みで私は目覚める。ここ進化してバンピちゃんを倒す。少し本気を出す。さらにこの瞬間ソウルミニレベルの効果発動。おびただしいほどの血を、キラキラ、溺れるほどの血を。でバンピちゃんを引き殺していく。これ結構強気でいけるんじゃないの。これこっからはインプランサーが引き殺していくぜ。いろいろとゲームを支配してるような気配。どっちか、そっちなんだ。ソウルミニレビルはそれで倒すと。調べだ。この瞬間ソウルミニレビルの噛んだエフェクト発動。いやー強い、マジ強い。怖いよ。なるほど、数の暴力か、上等だ。2コストぐらいのカードが引きたい。あー、ワードローブレイダーか。バーカバーカ、マジかよ。ライフ回復しないと辛いじゃんこれ。しょうがないな。どうしよっかな。いやでもとりあえずインプランサーにしよっか。まだ大丈夫だろ。生息に生産に混乱って最高ね。まあハンドはこっちの方が多いんで全然大丈夫でしょ。まだワードローブレーダー回復されて、うわー持ってたんや。しまった、それは強えわ。マジマジマジやべえ、マジやべえ、マジ。あーそこまでしてくれ。少し本気を出す。5点じゃない、4点か。4 7 5 3。さあ残り開始のターンで10点入れなきゃいけないのか。無理じゃね、それは。やっちゃったねー、やっちゃったね、無理だね。そっかーそっかー、っていうか事故るからもうバカー、なんて軽いの引けないの。2コス引けるだけでだいぶ強かったのに。マジどうすんのよこれ。さあイナーレだ。魔装の鎧に取り込んであげる。私の一部になりなさい。んで4になって2222。ダメ、死んでる死んでる。素晴らしい、死の私を楽しませてくれたまえ。楽しませてあげようじゃないか。素晴らしい、貴様の力を認めろ。負けたんだよ、しょうがないよ。楽しませてあげたよ。おかしいな、あれ優位だったはずなんだけどな。なぜ負けた。引きが詰まったからね。なんで高コストしか引かないのよ。やっぱインプランサー3積みとかしちゃダメだよって。いや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 、それ以外ほとんど軽いんだけどね。なんで重いとこめっちゃ引いたんや。2コスとか1コス結構入ってるでしょうに。てか3コストも最悪良かったよ、ほんまに。
冬の女王の気まぐれだって白い方が綺麗でしょ。そうかな、果たして本当かね。それは本当かね。うん、どんなつかがりやねんって。くそー、あー、なんかすごい退屈させてくれるな。先行を取ったぜ。手加減なしよ、本気で行くわ。ほほー、お前は一回帰れ。インプランサーはお前ほんまに、ワードローブレイターね、結構いい味出してたと思うんだよな。うん、じゃあソウルミニデビルを先に食えるってのが結構感動的やったね、個人的に。よろしく頼むよ。さて、しかしあんまり強くないな。技術型かでも分かんないんだよな。壁としてとりあえず置くパターンがあるからな。てか、あと編成の魔術ぐらいは結構入れてる人いるからね。神の恵みを。あんまり強くねえんだけど。あーん、これだからこれがタフネス1のカードは信用できねえ。弱いんだけど、もう悲劇の開幕よ。弱すぎて話になんないよ。どうすんのこの弱さ。これ相手あれでしょ、言うて超越でしょこれ。秘術メインのデッキなんか多分今あんまり使われないと思うんだよね。まあ、とりあえずジャンクゴーレム倒すんだ、それはそれでよし。ちゃんと演じてよね。いたずらしてあげる。ダメ。さてと、ちょっとな、生かしきれてないよね、いろいろと。次から進化可能か。いやー、やばいぞ、これは。なんか全然パッとしないな。やっぱり、あれがないと話にならんな。漆黒の契約か。あれがないとな。ここ一方か。しょうがないな。これで決めるわ。絶望的ね。めんどくせー。ワードローブレイダーが割と活躍するな、なんだかんだで。ちゃんと演じてよな。リーダーなんだよね。まあ、しゃあない。魔法の鎧、素敵でしょ。小手調べだ。あ、間違ったな。魔法の鎧に取り込んであげる。単純に間違ったわ。あ、つなぎりゃよかったよね。やべやべやべ。何やってんだ。さすがにちょっと眠いとかそういうレベルじゃねえ。やべやべ。あー、2点殴れたのに。バカーン、バカバカーン。この2点響いてくるぞ、まったく。あーあいつ02だからね。はーい、さようなら。消滅ね。はーい、消えます。少し本気を出すとし、おびただしいほどの殺戮を。ダメ。ちゃんと演じてよな。そんな、もうさ、あれだよね。我が胸に燃ゆる怒りを。あれだよね。ガンついちゃうわ。されたらされただよ。破砕のなんとかされたら、それはそれってことで。って絶対されるんだろうな。されるんでしょ、持ってるんでしょ、破砕のなんとか。持ってなかったー、持ってなかった。ありがてー、ありがてー。覚悟はいいかしら。ありがてー、ありがてー。円卓の騎士に我が核戦を。血に溶けていく。そっちなんだ。あー、2点食らった。疑って。いやー、結構さっき2点入れてたら結構重要やったと思うよこれ。そんな、
静寂なる者どもめ。そんな、ね、あとね、さっきの点入ってたらしようよ。ねえ、もっと楽しませてよ。あと残り3点だったからね、ここで。これはどうですかって話だよね。ねえ。オッケー。とりあえず、破砕のなんとかは入れてないのかな。よかったよかった。まあ、引いてないだけかもしれないけど。あるとだいぶきついからね。さて、あるのか、あるのか、超越。そろそろいける。まあ、でも初手から持ってて、今やっといけるぐらいじゃない。そんなことない。さあどうですか、超越は打てるんですか。私の負け、ね、おっと、いただきました。よかった、さっきのプレミが響かないで。よし、数の暴力、破砕のなんとか恐れないぜ。恐れてる、消えてない。退屈しのぎにもならんな。いえいえ、そんなことはなかったですよ。はい、お疲れ様です。なんとか勝ったね。まあ悪くないね、やっぱワンパイアね。こういう形は好きじゃないじゃん。逆だよ、嫌いじゃないぜ。っていうか大好き。というわけで、勝利しますか。お疲れ様です。バイバーイ。